悔しいです。犯人外して悔しいです。水曜日のダウンタウン、名探偵津田、呪いの手間りうたと招かれざる男、完結編、めちゃくちゃ面白かったです。村長がドッキリを仕掛けていたと知った時の津田さんが発狂したところ、声出して笑いました。人格壊れてしまいました。あのシーン見ていたら、トゥルーマン賞を思い出しました。 どこまでが現実で、どこまでがドッキリか、境界線が分からなくなってて、面白かったです。そして、途中参加してきた南川さん、すごい有能です。南川さんがいなかったら、あの発狂した時点で、収集つかなくなったかもしれません。いいワトソン役が見つかってしまいました。犯人の鈴木父がセリフを間違えた時の、毎的に似た猛毒のキノコねっていうツッコミ、さすがです。 そして犯人のキャスティングに突っ込んだ時、AD の後藤さんが笑っていました。あれは笑います。犯人の自供でグダグダになることが面白いということまで見越してあのキャスティングだったのでしょうか。とにかくバラエティとして、そして考察ものとして楽しめました。けど考察外しちゃった。考察外したというよりはトリックは合っていたんですけど、犯人を間違えました。 犯人、そしてトリックを当てた方、本当におめでとうございます。そして関係あると思っていた手まり歌のタヌキとワタヌキさんは全く関係ありませんでした。動機は1回目の考察動画で話していた内容が近かったです。そして医者は共犯ではなくシンプル誤神でした。水曜日のダウンタウンだからこそ成立する出来事です。さらに、 ドッキリ内で村長が挙げていた戸隠 YouTube、本当に動画がアップされていました。私も閲覧してきて記念にコメント残しました。しかし世の中悪い人間がいるみたいで偽物が現れていました。こっちが本物で、こっちが偽物です。再生数やチャンネル登録者数全然違うので私は騙されませんでしたが、中には騙されている方もちょっとだけいました。 皆さんも記念にご覧になる方は気をつけてください。名探偵津田の考察動画2本とも再生数1万回超えました。秋ドラマの考察動画では1本も再生回数1万回超えてないのに。やっぱり水曜日のダウンタウンは強いです。定期的に名探偵津田のドッキリやってほしいです。 あと、今回の考察動画で嬉しかったことは、いつも見ているノブロック TV や、さらば青春の光からの動画から流入があったことです。あの動画から私の動画見てくれたんだ、と思うと感慨深いです。今回、名探偵津田の考察動画で私を知ってくれた方、ありがとうございます。私はいつもドラマの考察だったり、感想動画を上げています。これも何かの縁ですので、これからもお付き合いのほどよろしくお願いします。 ということで、来週の水曜日のダウンタウンも楽しみですね。ここまで見てくださった方は高評価よろしくお願いします。これからもドラマの考察や感想動画あげますので、気になる方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。現在、スポンサーを募集しております。動画内に提供を入れることができます。提供を入れる頻度や場所によって価格が変わります。詳しいことは、X や LINE からお気軽にお問い合わせください。現在最低1000円から受けたまわっております。 そして、LINE で友達になることで、LINEPay、PayPay で投げ銭していただけます。YouTube 活動を続けたいので、投げ銭で応援してくれると嬉しいです。投げ銭してくださった方の SNS はフォローします。そして、いいねやたまにコメント残します。よければご検討ください。この動画は、NOMIC がお送りいたしました。最後まで見ていただき、ありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。